こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人のブランドお店選びの教科書というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、このようなテーマというのは定期的にこちらのチャンネルではやっているんですが、まあ、現在の段階で大人の男性はどこのお店やブランドで服を買うべきなのか、このあたりのですね、知識をなるべくわかりやすくですね、皆さんにお伝えできればなと思っています。本当にですね、今はいろんなブランドが世の中には存在するわけなんですね。そうなると、どこでどのように買い物すればいいのか、なかなか分かりづらいかなと思います。まあ、情報も結構溢れていますよね。まあ、かつてであればファッション雑誌を読んだりだとか、人から聞いてですね、いろんなブランドを知るということが多かったかなと思うんですが、現在はこちらの YouTube もそうだし、 Instagram だとか TikTok だとか、あとはウェブ上の記事だとか、いろんな選択肢がある中で、ブランドもですね、本当にたくさんのものがあって、まあ、どれ選んでいいのかわからないという形で、逆に悩んでしまっている時代かなと思うんですね。ですので、今回の動画の中では、なるべくですね、わかりやすく、階層に分けながらですね、様々なファッションブランド、お店をですね、皆さんに解説をしたいなと思います。そして、こういった方には、こういったブランドがおすすめですよというところまで、まあ、適性も含めてお伝えできればなと思うので、今の皆さんの気分だとか、あとは価値観に合ったブランドがどこなのかというところも一つの基準として知っていただけるかなと思うので、まあ、ぜひ最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていますので、まだの方はチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからですね、具体的に様々なブランドやお店ですね、このあたりを皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まずはですね、本当にたくさんのブランドお店がある中で、ある程度カテゴリーに分けた方が分かりやすいかなと思うので、まあ、ざっくりといくつかに分けていきたいなと思います。まずは最も僕たちにとって身近なですね、カテゴリーになるんですが、ファストファッションブランドというところですね。具体的にはユニクロですとか GU、 無印良品、あとはザラですとか、ギャップ、H&M だとか、このあたりが含まれてくるのかなと思います。価格帯がリーズナブルで取り入れやすいのと、まあ、トレンド感というところも、まあ、ブランドによりけりなんですけども、程よくトレンド感ミックスしながら手に取りやすい価格帯でお洋服を提供してくれてるのが、このジャンルになってくるかなと思います。そしてこれらのファストファッションブランドで買い物をしていて、ちょっと物足りなくなってきたなという時にトライしていただきたいのがですね、セレクトショップというジャンルになります。このあたりはもう動画の中でも結構お伝えしていますが、例えばユナイテッドアローズグリーンレーベルですとか、417エディフィスですとか、アーバンリサーチですとか、ジャーナルスタンダードレリウム、このあたりがセレクトショップの中でもちょっと低価格帯で買いやすいラインかなと思ってまして、まあ、それよりももうちょっと一般的なセレクトショップになってくると、分かりやすいところで言うとユナイテッドアローズ、ビームスシップス、トゥモローランド、エディフィス、このあたりが思い浮かぶ範囲かなと思います。ファストファッションブランドに比べると価格帯は結構上がるんですね。ですがトレンド感しっかりと抑えながらも、ベーシックな部分もしっかりと根底にはあるので、木を照らったものではなくて、比較的癖がなくて取り入れやすいのがセレクトショップのオリジナルかなと思います。まあ、こういったジャンルも一つありますよというところですね。そしてその上にですね、セレクトショップよりもちょっとこうエッジの効いたドメスティックブランドというジャンルがあります。まあ、ドメスティックブランドは何かというと、日本初のブランドのことをですね、まあ、ドメスティックブランドというわけなんですが、まあ、具体的にはですね、結構いろんなものがあって、本当に一括りにするのが難しいぐらいなんですが、結構代表的で有名なとこで言うと、コムデギャルソンだとか、一世三宅だとか、幼児山本だとか、このあたりはドメスティックブランドの中でもかなり価格帯も高いですし、まあ、世界規模で認識されているような著名なブランドになってくるかなと思います。で、僕たちにとって身近なドメスティックブランドというと、例えばオーラリーですとか、コモリですとか、フレッシュサービスですとか、グラフペーパーですとか、このあたりですね、まあ、ドメスティックブランドの中でもセレクトショップの中でも取り扱いがあって、割とデザイン的にもそこまでエッジが効きすぎてないのがこれらのブランドなんですね。なのでセレオリの中でちょっとこう飽きてきたなとか、もうちょっと個性出したいなという時には、ドメスティックブランドという選択肢があるというところは覚えておいていただければなと思います。まあ、そしてその上にはハイブランドというものがありまして、このあたりに行くとですね、名前は聞いたことがあるんだけども、
なかなか身近じゃないなというブランドが多くなってくるかなと思います。例えばグッチですとかエルメスですとかルイ・ヴィトン、他にはバレンシアガですとかメゾン・マルジェラですとかプラダですとか、もう本当に様々なブランドがこの中にも位置するわけなんですが、まあデザイン的にはやっぱりですね、ハイブランドというのはかなりエッジが効いてますし、価格的にも最も高価になってくるので、まあ僕も含めてそこまで縁がないのがこのジャンルになってくるかなと思います。まあこのジャンルの中で僕が唯一買うのがメゾン・マルジェラですね。ただお洋服に関してはそこまであんまり買うわけではなくて、スニーカーだとかお財布だとか小物でこのようなハイブランドを一部取り入れたりすることはあるんですが、割と僕にとってもあまり身近なブランドという感じではないんですね。まあこのような形でピラミッド構造になってまして、ファストファッションブランドがあって、セレクトショップの価格帯のものがあって、ドメスティックブランドがあって、ハイブランドがあるというところですね。このあたりをまずは理解をしておくといいんじゃないのかなと思います。その上で僕の普段のチャンネルの中で皆さんにお伝えしているところというのがですね、まず最もですね買いやすいファストファッションブランドかなと思います。先ほどもいくつかブランドを挙げましたが、それぞれに個性があるんですね。まずはユニクロですね。これはこのファストファッションブランドの中でも最もベーシックな位置づけです。定番的なお洋服を丁寧に作っていて、まあ毎シーズンですね、決まったアイテムがアップデートするような感覚でブラッシュアップされていくのがユニクロというですねブランドの特徴かなと思います。ですのでおしゃれが得意じゃない段階で様々なお洋服をまずは一通り揃えたいだとか、ベースを整えたいという時にはやっぱりプレーンで使いやすいのは圧倒的にユニクロかなと思います。生地の質感もチープさがなくてすごくバランスが取れていますし、デザインもベーシックなんですけれども、その中にも程よくトレンド感を取り入れながら、単なるベーシックに収まらない形でユニクロっていうのは服を作っているので、その点はありがたいんですね。ただメリットだけではなくて、すごくベーシックなので、ちょっとおしゃれが慣れてきたら結構ユニクロのアイテムって退屈に感じるかなと思うんですね。というのも毎シーズンですね、ある程度リリースされる商品というのは決まってるからなんですね。例えば今冬ですけども、冬だったら定番的なダウンですね、このあたりもハイブリッドダウンパーカーがあったりだとか、ウルトラライトダウンがあったりだとか、もう定番的な位置づけのものがあって、丸首のニットだとかシャツとか、そういったものもまあ多少そのシーズンで色だとか雰囲気変わったりするんですが、出てくるものは基本的には大きく変わらないというのがユニクロなので、ちょっとマンネリ化しやすくもあるというところが、まあユニクロの一つのデメリットになってくるかなと思います。まあ、いずれにしろおしゃれがよくわからない段階でベースの着こなしを作るにはユニクロが最適なのは間違いないかなと思います。一方で GU ですね、このあたりはユニクロに比べると価格帯も抑えめで、素材の質感もやや劣るんですが、かといってチープに見えるようなことはあんまりなくなってきてるかなと思います。でデザイン的にはトレンドをですね意識したようなものが多くなってくるんですが、かといってすごくぶっ飛んだトレンドアイテムが多いかというと、そんなこともないんですね。意外と僕たち大人世代でも取り入れやすいものが多かったりするので、ユニクロのお洋服ベーシックでいいんだけども、ちょっと飽きてきたなという場合は、かえって GU に行っちゃった方が使いやすいものが多かったりするんですね。サイズ感も少しゆとりがあったりだとか、あとはデザイン的な部分で言ってもトレンドを抑えたようなドライバーズニットを作っていたりだとか、ワイド感のあるコートを作っていたりだとか、このあたりのアイテムのバリエーションですね、旬なものをちゃんと投入してきてくれてる感じとしては、意外と GU は大人世代にも使いやすいのかなと思います。なのでこのユニクロと GU というのは、まあ一つですね、価格帯がリーズナブルなんですけど、定番ベーシック軸足かトレンド軸足かというところで特徴が違ってくるので、うまくミックスするのがすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。で一方で無印良品っていうのはちょっと前まではすごくベーシックで、まあ、ユニクロの商品ラインナップとそこまで変わらないなというイメージが強かったんですが、最近はやっぱりちょっとファッションにも力を入れていまして、トレンド的なアイテムも徐々に増えてきました。とは言ってもまだまだ無印良品の全体の商品の中ではトレンド的なアイテムというのはまだ限られているんですが、まあこういったトレンド感をしっかりと抑えながらも、でも無印らしいですね、ベーシックさというところは抑えつというところですね。このあたりのバランスというのがなかなか最近無印良品が面白いなと思っていまして、結構 YouTuber の方でも無印良品を推している方
増えてるかなと思います。まあ、定期的に展示会なんかもやっていて、そこに YouTuber の方とかを呼んでたりするので、まあ、発信も多分増えてるかなと思うんですが、今後このベーシックな無印良品の中に GU 的なトレンドの要素もミックスされながら、まあ、すごくバランスのいいブランドになっていくのかなというふうに思っています。まあ、価格帯も抑えめで使いやすいですよね。なのでこのファストファッションジャンルの中では、僕はユニクロ、GU、そして無印良品を抑えておくのがいいかなと思います。で、もう一つですね、ザラというところが、これまたですね、なかなか面白い展開になってきてるかなと思います。最近はちょっとこうトレンド感しっかりと抑えながらもクリーンで使いやすいものも増えてきてますし、デザイナーズとのコラボレーションですね、スタジオニコルソンとのコラボレーションとかもやっていたりだとか、まあ、価格帯はややですね、ユニクロ、GU、無印よりは上がるんですけども、やはり世界的な規模で見ても大きなザラというのはなかなか面白い商品作りしてるなと思います。なので GU のトレンド感みたいなところもすごくいいんだけども、もうちょっと上品に大人っぽくやや質も高めたいなという時にはザラを使ってもらうのがいいかなと思うので、ユニクロ、GU、ザラみたいな形でステップアップをしていくと、ファストファッションジャンルの中でも結構おしゃれが楽しめるんじゃないのかなと思っています。で、続いてですね、セレクトショップにお話を移りたいところなんですが、実は僕の中で最近ホットだなと思っている新たなジャンルとして、このファストファッションブランドとセレクトショップのオリジナル、その中間ぐらいの価格帯ですね、このあたりも結構熱いなと思っていまして、そこに該当してくるのがグローバルワークですとか、クラフトスタンダードブティック、チャオパニックティピー、このあたりが該当してくるのかなと思います。まあ、どれもですね、最近できたばっかりのブランドというわけではなくて、まあ、ここ数年ですね、じわいじわいと人気が高まってきているブランドなんですが、ファストファッションブランドよりはちょっと値段は上がるんだけども、セレクトショップよりは買いやすいというところで、ちょうど買い物がしやすい価格帯なんですね。これ結構ありがたいなと思っていまして、なぜなのかというと、最近はお洋服全体が値上がりしてきている中で、セレクトショップのオリジナルもかつてはちょっと頑張れば手が届く範囲だったのが、なかなか買いづらいなという方も増えてきたので、そうなるとその中間的な立ち位置のファストファッション以上、セレクトショップ未満というところが意外と使いやすいのかなと思ってまして、その中でもグローバルワークは規模感も大きいし、ショップの数もかなり多いです。なので身近な存在かなと思うので、定期的に皆さんにも商品をお伝えしています。まあ、トレンド的なアイテムもやや多いんですが、そこまでデザイン的なエッジも効いてないですし、大人世代にも使いやすいものが多いんですね。ユニクロだとちょっと気分上がらないんだよなという方が、次に狙うべきゾーンとしてグローバルワークというところは位置してくるのかなと思っています。そして最近ですね、店舗にもお邪魔しました公園ですね、このあたりもすごく使いやすいなと思っていまして、割とこうアメカジベースのカジュアルなアイテムが多かったんですが、最近はですね、ちょっと綺麗めなものも少しずつ増えてきているので、僕ら大人世代でも使いやすいものがやや増えてきている印象があるんですね。まあ、アウトドアだとかスポーティーな雰囲気も含めて気軽にトライしやすいものが多くて、ユナイテッドアローズ系列というところの安心感も含めて、なかなかですね、この公園という選択肢もいいんじゃないのかなと思っています。まあ、セレクトショップもいいんだけども、セレクトショップの雰囲気もなんとなく楽しみながら、もうちょっと価格帯を抑えたいなという方には公園、なかなかいい選択肢になってくるのかなと思っています。他にはスタンダードブティックだとか、あとはちょっとお店にはお邪魔していないんですが、チャオパニックティピーだとか、このあたりもショッピングモールに入っているので、割とこう買い回りもしやすいので、まあ、チェックしておくべきようなお店の一つかなと思ってまして、ユニクロ、GU、無印あたりと差別化をしたいときにはすごく使えるようなジャンルなので、まあ、ぜひ皆さんも覚えておくといいんじゃないのかなと思っています。そしてようやくセレクトショップが出てくるわけなんですね。このセレクトショップの中にも先ほどちょっと触れましたが、価格帯によって大きく2つに分けることができるかなと思います。で、本来こうセレクトショップというと、代表的なところで言うとユナイテッドアローズだとか、ビームス、シップス、トゥモローランド、あとはエディフィスだとか、ナノユニバース、このあたりですね、結構代表的なセレクトショップになってくるかなと思うんですが、このあたりよりももうちょっと価格帯を抑えたようなセレクトショップの業態がありまして、そのあたりがユナイテッドアローズ、グリーンレベル、リラックシングだとか、417エディフィスだとか、まあ、アーバンリサーチもありますよね。アーバンリサーチの中でもドアーズだとか、ジャーナルスタンダードレリウムだとか、このあたりは割とこうセレクトショップの中でも価格帯が抑えめのセカンドライン的な立ち位置なので、まあ、トライしやすいかなと思うんですね。僕の YouTube の中で結構取り扱っているのはこのジャンルなんですね。従来のセレクトショップのアイテムというのはやっぱりちょっと高めなんですね。なのであえて
こちらのチャンネルではあまりですね、出さないようにしていまして、セレクトショップの中でも買いやすい価格帯を皆さんにご紹介するようにしています。で、リーズナブルな価格帯のセレオイの中で、僕がよく動画に出してくるのが、グリーンレベルですね。グリーンレベルは、このジャンルの中では癖がないんですよ。アメカジだとか、フレンチライクだとか、モードだとか、そういった色合いが何かこう一つ強く出てるというよりは、割と親しみやすくて、気軽にファッションを楽しめるようなベーシックかけるトレンドというところをうまく表現しているのがグリーンレーベルなので、まあ僕が普段ですね、お伝えしている内容とすごく近しいのがグリーンレーベルということで、僕は PR も含めてグリーンレーベルさんとはよくご一緒してるんですね。あと417エリピツに関しては先日お店にお邪魔しましたが、このあたりはフレンチカジュアルですね。このあたりをベースにしながら、そこまで着飾ったような着こなしではないんだけども、結構グリーンレーベルに比べるとやや色気があって、大人っぽく上品な雰囲気も漂うので、個人的にはこの417エディフィスも一つ世界観としては使いやすいのかなと思っています。他にはアーバンリサーチですね。この辺りまだお店にお邪魔できていなくて行ってみたいなとは思っているんですが、まあ、デザイン癖がなくて結構グリーンレベルと近しい感じで使いやすいのがアーバンリサーチになってくるかなと思います。まあ、ジャーナルスタンダードレリウムになるとちょっとアメカジのベースとしたような着こなしが得意なブランドで、価格帯も抑えめなので結構使いやすいブランドかなと思います。まあ、このような形でセレクトショップのリーズナブルな価格帯でもお店ごとに色合いが変わってくるんですね。なのでお店に行ってどこの雰囲気だとか空気感が自分にしっくりくるのかというところをしっかりとですね、感じ取りながら使い分けていただくとすごくいいんじゃないのかなと思います。まあ、いずれもですね、そこまで癖が強くなくて、ユニクロに比べるとトレンド感はあるんですね。まあ、GU の方が雰囲気としては近いかなと思います。だけどもデザインはよりこう大人っぽさというところも含めて、僕ら世代にも合いやすいものが GU よりは多いので、トレンド感を取り入れたいんだけども、大人っぽさもちゃんと表現したいという方にはすごく使いやすいのがこれぐらいの価格帯かなと思います。で、セレクトショップの中でもちょっと価格帯が上がってくると、素材の質感が変わったりだとか、よりデザインが繊細になってきたりだとか、リーズナブルなセレクトショップよりも少し質感の部分で上がるというところでは差別化ができるので、そのあたりを試してみるのもいいかなと思うんですが、ただデザイン的にはどちらもですね、ベーシックかけるトレンドというところで、まあ、そこまで大きな違いはないかなと思うんですね。まあ、セレクトショップに行けばある程度置いてある商品って決まってるんですね。今の秋冬であったら、まあ、どこのお店行ってもダウンは置いてあるし、丸首のニットは置いてありますし、ちょっとワイドめのパンツも置いてあります。まあ、ある程度どこのお店に行ってもお店のテイストはそれぞれちょっとは変わってくるんですが、置いてあるアイテム自体はそこまで変わらないというところは、まあ、頭の片隅に置いといていただければなと思います。あとはブランドのテイストが合うかどうかの違いで決めていただくとすごくいいんじゃないのかなと思ってるんですね。で、ここまでを一旦整理すると、ドメスティックブランドにしても、セレクトショップのオリジナルにしても、その中間的な位置づけにしても、デザインのベースはベーシックな着こなしなのか、もしくはトレンド感があるのか、まあ、このあたりの軸ですね、あんまり変わらないんですよ。まあ、これらをうまくミックスしているようなところが結構多かったりするんですが、どこも置いてある商品っていうのはそこまで変わらないので、おしゃれ初級者の方から、まあ、中級者の中でも割と初級者用の方には使いやすいのはこのあたりのジャンルになってくるかなと思います。一方で、おしゃれがすごく好きな人から見ると、これらのお店とかブランドというのは、そこまで個性というのが豊かというわけではないので、なんか物足りないなとか、没個性的だなと思われる部分もあったりするんですね。まあ、そういった方々は、同じファッションというジャンルではあるんだけども、またちょっと別競技をやってると考えると分かりやすいかなと思います。ファッションで自分なりの個性を表現したいだとか、人との違いを出したいだとか、まあ、そういった世界観を持っている、ファッションが一つの趣味として追求しているような人たちと、あとは、まあ、ある程度おしゃれは楽しみたいけども、そこまで投資をしまくって世界観を深めたいとは思っていないという層は、もう全く違ったゲームをやってると思った方がいいかなと思います。まあ、サッカーとフットサルぐらい違う、いや、もっと違うと言ってもいいぐらいですね、違った競技をやってるので、まあ、それぞれですね、価値観が大きく変わってくるんですね。まあ、セレクトショップのオリジナルでもちょっとこう満足できないなとか、もうちょっと個性を強めたいなと思った時に出てくるのが、先ほどもお伝えしましたドメスティックブランドだとか、まあ、さらに言えばハイブランドというですね、このあたりは趣味の領域ですね。本当にファッションという沼にどっぷりハマり込んで、より自分の個性を楽しみたいという方々はこちらの領域に徐々に移行していくんですが、ここに行くかどうかは人それぞれですね。本当にファッションにハマってしまって自分の個性を出したいのであれば、そっちの方向にどんどん突き進んでいくのもいいと思うんですが、そうなると沼なので、いくら投資
資しても、もう限りがないんですね。ドメスティックブランドはそれぞれのブランドの個性もかなり豊かになってくるので、なかなか奥深くて楽しいんですが、沼でもあるので、注意をしなくちゃいけないジャンルかなと思います。まあ個人的にお勧めしたいのは、ドメスティックブランドの中でも比較的取り入れやすいような、コモリだとか、オーラリーだとか、あとはエイトンだとか、グラフペーパーだとか、このあたりは、まあセレクトショップのオリジナルの世界観をさらにアップデートして、少し素材感をさらに高めたりだとか、サイズ感にちょっと大胆さを出したりだとか、デザインもちょっとエッジを立てているんだけども、そこまでですね、エッジが立てすぎてないのが、このあたりのブランドなので、セレクトショップのオリジナルからは移行しやすいかなと思うので、まあこういったブランドというのも頭の片隅に置きながら取り入れてみるのもなかなか面白いんじゃないのかなと思っています。あくまでこのようなドメスティックブランド、ハイブランドというのは趣味の領域なので、人から好印象を得たいというような、また趣向性とは異なるわけですね。なので、そのあたりにですね、突入するかどうかはよく検討しながら皆さんも考えていただくといいんじゃないのかなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人のブランドお店の教科書ということで、具体的に4つのジャンルに分けながらですね、皆さんに解説をしました。ファストファッションブランドがあって、セレクトショップというジャンルがあって、ドメスティックブランド、ハイブランドというですね、1つのピラミッドになっているんですね。その中でも僕のチャンネルの中で取り扱っているのは、ファストファッションブランドとセレクトショップのオリジナル、そしてその中間的な位置づけのとこですね。このあたりまでを僕のチャンネルではお伝えをしているんですね。あくまで日常的におしゃれを楽しみたい、第一印象を良くしたいだとか、日頃の生活を快適に過ごすためのファッションというところを僕は守備範囲として皆さんにお伝えしてるんですね。ただそこからさらにですね、自分の個性を深めていきたいだとか、世界観を楽しみたいという時にはまた違ったジャンルのドメスティックブランドだとか、ハイブランドという世界観もあるよというところで、まあ頭の片隅に置いとくといいかなと思うんですね。で、よくあるのがですね、この全く違った競技になってくるんですが、お互いをディスったりすることがあるわけですね。ドメスティックブランドだとか、ハイブランドだとか、かなりそういったエッジの効いた着こなしが好きな方が、ファストファッションブランドだとか、セレオリに対して無個性で、そんなのおしゃれじゃないよっていうこともあったりするんですけども、これ別の競技なので、まあそれぞれを尊重し合えればいいなと僕は個人的には感じてるんですね。一方で、ファストファッションブランドだとか、セレオリだとかを着てる層は、上のですね、趣味的な領域のファッションについて、あんなにエッジの効いたもの自分には理解できないよ、よくああいうの着るなとか、あんなにお金かける人の気持ちってわかんないよってディスったりする人もいるわけですね。でもこの趣味の世界観っていうのも楽しいんですよ。あくまで趣味なので、コスパなんかは関係なくて、自分の好きなものを、惚れ込んだものを買うっていうのも、これまた楽しい世界観なんですね。僕はどちらの気持ちもよくわかるので、まあそれぞれが自分の世界観を楽しみながら、お互いを尊重するのが一番いいかなというふうに感じているので、まあぜひ皆さん、ファッションっていうのは本当に人それぞれの価値観があって、それぞれが、まあ、楽しくてですね、尊重し合える関係だといいかなと思うので、まあ、ぜひそのあたりも頭の片隅に置いていただければなと思っています。まあ、ちなみに僕は普段のこちらのチャンネルでは、なかなかドメスティックブランドだとか、ハイブランドのお話はしないんですが、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方になると、実はですね、セレクトショップのオリジナルでも、リーズナブルな価格帯ではなくて、ちょっと価格帯が上がった、トゥモローランドだとか、ユナイテッドアローズだとか、まあ、H ビューティー&ユースとか、キャバンだとか、そういったちょっとエッジの効いたセレクトショップのオリジナルから、ドメスティックブランド、一部だけハイブランドなんかも扱うことがあるんですが、まあそういったちょっとニッチな情報に関しては、メンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしているので、まあ普段の動画ではちょっと飽きてきたなという方は、ぜひこちらのチャンネルの方もチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。